キックオフの時間が迫ってきました。待ちに待った強豪同士の対決、これは目の離せない試合になるでしょう。今日の試合会場の上には気持ちよく晴れ渡った空が広がっています。実況は私西岡明彦、解説には福西崇史さんをお迎えしています。生放送でお送りする明治安田生命 J1 リーグの一戦、清水エスパルスが湘南ベルマーレと戦います。この空気感がたまりませんね。僕も選手だった頃はキックオフ前の時間が一番緊張しました。この一戦もなかなかいい試合が期待できそうです。このゲームのゲストチームですが、今シーズンここまでの得点数はリーグ最下位を記録しています。フォワード陣が力を発揮していませんね。あまり意識せず少しリラックスした方がいいでしょう。こちらがホームチームの先発メンバーです。どうやら攻撃的な4-5-1ですね。チャンスに人数をかけて攻撃できるかどうかがポイントになります。今日の試合に出場するアウェーチームのラインナップです。一般的な 3-5-2 ですね。守備的になることも攻撃的になることもあります。ホイッスルで試合開始です。ボールは相手に渡りました。大野和成、いい狙いでしたがボールが強すぎました。よく見ていましたがここは強すぎました。ここはボールロスト、ちょっと集中力を欠きました。福田明人、ドリブルで進みます。ここからどうするのか。ディフェンスが奪い返します。サイドにスペースがあります。クロスはニアポストへ。クリアが足りないか。クリアは相手に渡ってしまいました。ヘナトはアウグスト、何をしてくるのか。着実なビルドアップからチャンスを狙います。さあどうする。キーパーがボールをキャッチしました。ヘナトはアウグスト、金子翔太、ここから狙うのか。ボールを大きく押し出します。チャンスにできるか。いい位置です。チャンス。ここはシュートは枠に飛びません。うまくコースを切っていましたね。ディフェンダーが見事でした。ヘナトはアウグスト、タッチライン際を上がれそうです。金子翔太、
前線の選手がボールを受けに下がってきました。仕掛けてくるのか。前に出しました。タリク・エルユヌシ、何を狙うのか。ドリブルで果敢に攻め込みます。エウシーニョ、ペナトア・アウグスト、狙える位置です。何かしてきそうですが、1点リードにできるか。まだボールは生きています。ここはしのぎました。危険ではありましたが、守備が上回りました。試合を有利に運んでいます。サポーターの声援、狙う、入ったかと思いましたが、シュートはわずかに横にそれました。勝ち越しのチャンスを逃しましたからね。これは痛い。監督の表情も険しくなっています。ここからどうするのか。敵陣へボールを運ぶ。かました。さあどうする。ボールはファーポストの選手へ。ボールがこぼれました。クリアできるか。ここはしっかりクリアされました。何をしてくるのか。プレーが止まります。オフサイドの判定。パスが通ります。ゲームを作るパスが光ります。いいパスとは言えません。簡単にボールを失いました。タリク・エルユヌシ、岡本拓也、山田直樹、ちょっと消極的なパス回しです。うまく読んでいましたね。前半終了で0対0。試合は動かないまま後半戦へと向かいます。前半が終了し、現在同点となっています。前半はいかがでしたか、福西さん。そうですね、非常によく攻めていたんですが決めきれませんでした。後半は何か変化が欲しいですね。後半のキックオフ、今度はベルマーレボールです。何をしてくるのか。見事なセーブでゴールを死守。さあまたここからの連携、ここを潰すことができません。鮮やかなインターセプト。コースを予測していたんでしょうか。両チームとも今のところ様子を伺っているようですね。ポゼッションも互角です。そろそろリスクを取ってもいいんじゃないでしょうか。さあ来た。キーパーが飛びついて止めた。いいタイミングで飛び込みましたね。ボールを入れました。惜しかった。そしてよく反応した。このコーナーは誰に蹴るか。このボールは相手にクリアされました。ドリブルで相手を揺さぶります。リードを奪いたい。キーパー反応した。ボールを弾く。中に入れた。オフサイドの判定です。うまく読んだインターセプト。エルユヌシ、どうにもリードできません。
ここもチャンスを逃しました。金子翔太、エウシーニョ、いいパスだ。ここでこの試合最初のゴールが入りました。勢いづいてきましたね。この先制点を大事にしていきたいでしょう。ディフェンス側がスペースを与えすぎですね。こんな距離を走られる前に潰しておくべきでした。この角度からも見ましょう。監督もリードを奪えたことに満足しているようです。ここからさらに流れをつかめればいいですね。待望の先制点が入りました。チャンスにできるか。ここから狙うのか。いい位置です。ゴールを狙う。キーパーのダイビングセーブ、鮮やかでしたね。さあボールを蹴った。ヘディングは枠に行きません。うまく当たりませんでしたね。このパスは読んでいました。ゴールです。これで2点リードするゴールが決まりました。かなりきつい状況になりましたが、まだ追いつくのは不可能じゃありませんよ。これは不運でした。ディフェンダーに当たってオウンゴールです。しょうがないですね。飛び込まないわけにはいきませんから。大量リードをもらって監督も自然に笑みがこぼれています。石原直樹、大岩和樹、梅崎司、ここはインターセプト。しっかり予測していました。サイドのスペースを使います。このパスはカットされました。相手ボールになりました。狙える位置です。走り込んだ味方にスルーパス。何かしてきそうですが、ここからどうするのか。入るか。打ってきましたが大きく外れてしまっています。大野和成、仕掛けてくるのか。ボールがフリーになりました。このクロスは相手の選手が処理しました。金子翔太、ヘナトアウグスト、これは見事なインターセプト。
石原直樹。大きすぎましたね。これはキーパーが抑えます。いいカットです。ボールを奪いました。ここでゲームの終了を告げる笛が鳴りました。ライバル同士の息詰まる戦いでしたが、鮮やかに勝利しました。どの試合も大事なんですが、このカードの意味は特別ですからね。サポーターもしばらくはこの試合の話を繰り返すんでしょう。